はい、こんにちは、なのかです。ですね、ここのアパートのですね、隣にですね、またどなたかが引っ越してきたみたいなんですよね。しばらくですね、いなかったんですよ。だからこうやって日中でも大きな声でね、こう吹き込んだりとか、あと夜中でもですね、もう12時とかでも普通の声でですね、吹き込んでも全然こう気兼ねなくね、できてたんですけど、ちょっとね、また壁がね、壁が薄いというかね、聞こえてるんじゃないかということでね、またちょっとね、こうひそひそ声っぽくですね、なるかもしれません。またですね。まあそういうことで、今回のですね、お話はですね、今日、一つ動画上げたんですけど、まあ、その中でも、言っているフレーズがありまして、あとはですね、私がこのチャンネルの動画で、本当にこう、繰り返しですね、本当に要所要所で言っている言葉っていうのがあるんですよね、フレーズっていうのが。まあ、それについてですね、ちょっとですね、もしかしたら、誤解している方もいらっしゃるかもしれないんで、まあ、ちょっと改めてね、わかりやすくお話をしたいなっていうことがあるんです。まあ、それはですね、タイトルにもね、してましたけど、他人は他人に興味がないっていうことなんですよね。まあ、その言葉を聞いてですね、皆さんがどう思うかっていうことなんですけどね。で、私が一つ一つの動画のそのテーマに沿って、まあ、その言葉を出す時がね、あるわけなんです。で、やっぱり一つ前の今日あげた動画もですね、ずっとこのね、自分が辛い辛いって言ってて、じゃあその辛い辛いって言ってるけど、結局、でも幸せになりたいんですよねっていうことで、そこに矛盾があるっていうことでね、矛盾をこう抱えたままずっと生きてても結局何も変わりませんっていうことで、それとその辛い辛いってずっとそこの辛さにいるっていうことは、やっぱりその辛さを誰かに分かってもらいたいっていうこともね、本当にね、人間あるんですよ。私もそうだったんですよ。私一人でこんなに辛い思いをしてて、誰もね、私のことを気づいてくれないっていう感じだったんですよね、一人ぼっちだったんで。そういう時に、私が今すぐじゃあね、ガラリと変わって元気になって幸せになったら、いや、私が今までずっとこれだけ辛かった出来事を、いろんなことを誰も分かってくれなくなっちゃう。だから私はまだ今でも辛いっていうことにしときたい。そして誰かとまた会った時に、私今こんなに辛くてこんなに具合が悪くてって言えば、誰かが、あ、そうなのって、どうしたのってね、聞いてくれるんじゃないか。だから一応というか、まだ、辛いっていうね、そこに痛いというかね、本当は痛くないんですよ。全然辛いのは嫌なんだけども、でもですね、誰かに分かってもらいたいっていう気持ちがね、本当に正直なところ人間ってあるんですよね。まあ、だから私がそういう動画で、いや、他人っていうのはね、他人に興味がね、基本ないから、誰かに分かってもらうまではと思ったって誰も分かってくれませんよっていうことをね、本当にお話をしてきたんですね。でもですね、その言葉だけを見るとですよ、他人にね、他人は他人に興味がない。ただその言葉だけだとものすごくこう冷たく感じますよね。じゃあ、なのかさんは、じゃあ例えば、ここに目の前にね、私の目の前に A 子さんっていう人がいて、じゃあ A 子さんが、なのかさんに対して全く何も興味がないって言うんですか？みたいなね。全く興味ないって言ったら、思いやりとか、なのかさん大丈夫とか、全くじゃあ思わないって思ってるんですかみたいなね。そういうふうにこう、ものすごくこう、極端にね、その言葉を取られる方もいらっしゃるかもしれないから、一応こうね、今回お話ししてるんですよ。どういうことかというとですね、本当に今までの動画でも言ってましたけど、まあ、例えばね、大丈夫とかね、どうしたのってこう、一応聞いてくれる人は世の中本当にいるんですよ。本当に声をかけてくれたりとか、ね、心配してくれる人は本当にいるんですよ。それは動画でもちゃんと言ってます。ただっていうことなんです。ただですね、じゃあ私がですね、いつまでもこの A さんに会うたびですね、今回もまたね、いやー、もう A さん聞いて、でも私ね、まだね、もうこういうね、体調なのよとかね、いや、まだね、この人生がね、もう辛くてとかって、その A さんに対して私がですね、最初その A さんが私のことを心配してくれたり、ね、大丈夫ってね、こう声かけてくれたからといってですね、私が、なんかそれが嬉しくて、あ、このね、A さん私のこと分かってくれるんだって、こう嬉しくて、また会ったらね、また同じことを言っちゃうっていうことがあるわけなんです。そういう人が世の中にいるんですよ。私もそうでしたよ。私もね、本当にどん底の時はもう本当にね、そういうことしかね、話してなかったわけなんです。
例えば近所の人と立ち話して、まあ、最初はにこやかに、あ、こんにちは、とかね。まあ、一応こう世間話的なことをするんだけど、まあ、その人と何回か会ってて、まあ、ちょっとだけね、こう話せるようになった時に、いや、私もね、あそこの病院に行ってもですね、まあ、なんかもう全然こう良くならなくて、とかね。いや、まだもう今日もね、もう腰がすごく痛くてですね。で、結局その体調不良のことだったり、ね。まあ、あんまりこう、ほら、深い話はしませんけど、深い話はしないにしても、結局またその話になったりとかね、どん底の時ってね、本当にね、一人寂しく生きてるから、やっぱりついついそういう話をしてたんですよね、今から考えるとね。でも今の私はそんなこと全然話しませんよ。全然っていうのはまあ、一回か二回にはちょっとね、体調がね、ぐらいは言うかもしれないけど、その世間話の流れで。でもですね、何回も何回もまた会うたびにはもうしません。自分からは。だから、そうやってですね、何回も何回もずっと言った時に、じゃあ相手が変わらずですね、最初の頃みたいに、最初の何回かだけね、大丈夫とかね、あ、どうしたんですかとかね、あ、それはね、大変ですね、とかって言ってくれてもですね、その A さんは、私がじゃあずっと変わらず、ずっと人生を変えない感じでいたら、もうですね、もう全然ね、もうあんまり関わりたくないな、みたいな、だんだんこうフェードアウトみたいになっていきますよ。まあ、ちょっとね、ここからね、ちょっとマイクがね、また充電が切れましたんで、スマホに直接話してますんで、ちょっと音量がですね、またちょっと変わっちゃってるかもしれませんけどね、よろしくお願いします。ですから、人間っていうのは、人間というかその赤の他人はですね、例えばその世間話とかね、本当にこうね、自分の家族じゃないその他人ですよね。その人たちのことまでね、もうそうそうですね、付き合わないんですよ。すごくね、こう、まあね、人並みよりちょっとこう思いやりがあったり、ちょっと本当に人のことをこう心配してくれる、本当に優しい人って世の中いるんですけど、まあそういう方もですね、例えばじゃあその私がずっと、もう本当に会うたんびにずっとそうやって言ってて、そして私のことをこう日頃から見てて、なんかこのなのかっていう人ね、その具合があるのはまあしょうがない。まあ人生が辛そうなのもまあね、いろいろ環境があったり、人生がいろいろあってかわいそうな人だってね、一応思って同情はしてくれても、私というこのなのかっていう人間が全くこう、なんていうか、ポジティブさがない。ただひたすら人生に嘆いて、もう体調が悪いことに嘆いている人間だったらですね、いやいやもうね、興味なんか全くないというかね、もうなくなるというか、興味を示してくれないんです。そういう相手には。だから、例えばね、私が今この YouTube で、まあ、ちょっとここのところ体調が本当にもうどん底にまたなっちゃってたんで、そのことをほら、話しますよね。で、それで本当にこう心配してくださる方、登録者の方がこうコメント書いていただいたりね。あとこういろんなサイトとかで何かこうご購入いただいた時にメッセージでね、大丈夫ですか？無理されないでくださいねってね、本当にお優しい言葉をね、いただきますよね。で、それはですね、どうしてそういう方たちが、そういう言葉をかけてくれるかというとですね、それは私がですね、どういうふうに生きてる人間かをもうその登録者の方たちは、ある程度ですよ、この YouTube をずっと見ていただいた方はですね、そのメッセージをいただくっていうことは、まあ、ある程度私を見ていただいている方なので、私がどういう人間かを見ていただいているから、そうやって思いやりを示してくださるわけなんですよ。ちょっとですね、マイクの充電がちょっと切れましたんで、また直にスマホに語りかけてますので、ちょっと音声がね、ちょっと変わっちゃったかもしれませんけど、ご了承ください。まあ、それで話の続きですけどね、私の、人となりをですね、見ていただいているから、今は、まあ、なのかさんちょっと辛そうだ。また体調がなんかおかしくなったみたいだから、ね、大丈夫かなと思ってね。本当にその方たちはね、本当に心から心配してくださってると私はちゃんと思ってますよ。で、私が言いたいのは、このチャンネルでずっと他人にね、他人は興味がないっていうのは、その人をですね、人間ってね、やっぱり見てるんですよね。だから、ずっとこう、常日頃、ひたすらネガティブ。もう全然生き方が魅力がない、頑張ってない。それは頑張ってるっていうのは一生懸命生きてるのも頑張ってるんです。そういう意味じゃなくて、頑張ってないっていうのは自分の人生をこう一生懸命良くしようっていう部分に対して頑張ってないってことなんですよ。日頃ね、こう一生懸命生きてるのはもう皆さん頑張ってます。でもそのネガティブさから抜け出そうとしてなくて、ただひたすらひたすらただ辛い辛いと言ってる人、また具合が悪いんです。またここがこうで、もう私も本当、私の人生もダメですって、もう本当にもうまるっきり全てがネガティブ。そういう人にはですね、他人は興味がないんですよ。
そう思いませんか？皆さんもですね、あの逆の立場でね、皆さんが、じゃあ私がですね、ひたすらこのチャンネルでずっとですね、そういうことを言ってたらどうですか？多分ね、こんなに皆さんね、お声をかけていただけなかったと思いますよ。私がひたすらこのチャンネル2年半、もう今日も辛いんですよ。今日一日会ったこと言いますね。もう朝からもう腰が痛くて。で、ちょっと外に出たらね、こんな人がいても私にいろんなこと言ってきたんですよ。どう思います？ムカつきませんか？みたいなね。そういう不平不満とか愚痴だらけのこのチャンネルだったらもうですね、こんなに優しい言葉をかけてくださる方は、いなかったと思いますよ。一人も。それはですね、昔のそのどん底の時の私ですよ。本当に。もう毎日毎日、とにかく辛いとしか思ってなかったから、もう口にね、例えば、出す例えばほら病院に行ってお医者さんにね何かねこの状況を言うときに、いや先生ここが痛いってまず症状は言うけども、でも私ちょっとねもう何年か前に主人亡くしてずっとこう一人でねもうこうやってやってるから、そのねなんかこうあれがね来てるんでしょうかとかね、もうそれでほら自分の人生が辛いんですっていうことを相手に分かってもらいたいっていう言葉を言うわけなんですよ。私の人生ってこういうこうでねもうこうだったんです先生ってね。で今はもう本当に頼れる人がいなくて、もう親もねちょっとこういう感じなんで、ずっと私一人でってもうねそんなことをね先生だってお医者さんだってですねもう聞きたくないですよ普通にね。だから私はほら一人ぼっちだったから、その病院に行ってしか話す人がいないわけなんですよ。それで向こう昔はねこの医療信者っていうことだったんで、もうほら医療を信じてたから、先生にそうやって辛いことを言えば先生が何かしらね本当に効く薬を出してくれて、本当に私の病気とかその辛さが治ると思ってたんですよ、ね、もう今だったら全くそれ違うんですけどね。でもそれを真剣にそうだと信じ込んでたんです、私は、当時の私は。だからもう今そういうね真っ只中の人、私と同じような方、昔の私と同じような方の気持ちとか状況が分かるからこそですね、そうじゃないんですよっていうことをもう心からねもうお伝えしたくてこのチャンネルを始めたわけなんですよね。だから私がめちゃくちゃそういう生き方してる今人間だったら、いやもう皆さんね興味示さないですよ絶対的に。そう思いませんか？だから皆さん声をかけていただく方はですね、私の今の生き方をちゃんと見ていただいて、そのどん底だった時はまあ七日さん確かにネガティブで、もうそういうね状況だったかもしれないけど、そこからねなんとかこう抜け出せて自分で一生懸命生きてきて、それで今はもうまるっきりね本当に明るくもう楽しくね、まあ多少本当にこんなに、ね、体はあるけども、でもねそれでもほらそれでもですよ、ネガティブじゃないって分かっていただいてると思うんですよ。ネガティブさがもうね 100% に近い、もう90とか80の人に対しては人間って興味を示さないんです。やっぱりそういう人といても自分が今度ねその負をもらっちゃう感じになっちゃうし、あと一緒にいても楽しくないし、そういう話ばっかり聞かされたくないんですよ人間というのはね。だからそこなんです。私がこの常日頃他人は他人に興味がないっていうのはそこなんですよ。私のことを思いやってくれてる人がいるね。だからその思いやってくれてる人は私に興味を示してくださっているわけですよね。それじゃないんです、そのことじゃないんですよ。その方たちは私に興味を持ってくださって好感を持ってくださってるからメッセージをいただけるわけなんですね。そしていろいろものをね買ってくださるわけなんですよ。だって高評価を押していただいたりね、コメント書いていただくわけなんです。でもその方たちは私のその生き様とか人柄とか、まあ人間性も見ていただいてると思うんですよ。でまあ、何かしらその登録者の方たちにとって私がですね好感を持てる部分があるからこそですね思いやってくださるわけなんですよ。私に好感持てるとこがもうほぼなかったら声なんかかけないんですよ人間って普通に。それはそのねもう誰でもそうです、私だってそうですよ。いや私が見て人間性が全然って思う人に私は全然興味ないですから。それは誰でもそうなんですよ。だからそこなんです。他人は他人に興味がないっていうのはずっとネガティブで生きてる人に対してってことなんですよ、まあ、言葉がですね他人は他人に興味がないんですよ皆さんって私がこう毎回言ってる、毎回というかねその言う時には言ってるから、他人は他人に興味がない、だって私だって七日さんのことこうやって思ってるのにとかね、いや私は友達のことちゃんと思ってるのにってね思われて、そこがちょっとねはてなってね思ってらっしゃる方がいたかもしれないと思ってちょっと今回お話ししてるんですよ。その皆さんもですね、そのお友達、大好きなお友達だったり会社の方でね普段付き合ってる方で、いや私は会社の人のことを興味持ってるけどなって思ってる方は、その会社の方のことに魅力を感じてるからなんですよ。
魅力を感じる人に他人は興味があるんです。興味というか、一応ね、その人が何かあったら心配する気持ちももちろん出てくるし、大丈夫ってね、なんか私にできることあったらってね、本当に普通に声かけますよ。それは興味がありますよね。でも私がこのチャンネルの動画で言ったのは、ずっとネガティブな人がそのね、他人のその好意を待ってるからなんです。待ち続けて自分がずっとそこのどん底に居続けてるから、それは私もそうだったからわかるっていうことで言ってるんですよ。だから逆なんですよってことなんです。自分が他人から本当に気にしてもらいたい、本当に何かあった時は心配してもらいたい、本当にこう思いやってもらいたいって思うんだったらですね、生き方は普通に明るくポジティブに、普通にですよ、そんなめちゃくちゃポジティブとかそんな言わなくていいんですよ。普通にフラットな感じで、もう軽くですね、軽く生きて、軽く明るく、軽くこう淡々と、軽くね、こう清々しく、そういうふうにですね、こう軽い人、明るいところがある人に人間は魅力を感じるから、その人に何かあった時は本当に心配してくれるわけなんです。でも日頃から四六時中ネガティブ、四六時中私は不幸なんです、辛いんですって言ってる人には、他人は他人に興味がないですよっていう、もうそれなんです。どうでしたでしょうか。もうここまでね、ちょっと深掘りすることがね、今までね、しっかりと深掘りはなかったんですけど、でもですね、私はそういう意味で、ね、辛い辛いって言ってても他人は他人に興味がないんですよっては言ってたんですけどね、その意味をですね、ちょっとその言葉だけをパッとこう聞いたら、あれってそうかなって思う人もね、いたのかなっていうことなんですよ。そういうことでした。ですからやっぱりその人の人間性に魅力があったら、他人はちゃんと興味を持ってくれて、思いやってくれて、心配もしてくれます。でもそれを長引かせちゃダメですよってことなんですよ。それをいつまでも、心配してくれた、嬉しいと思って、じゃあ私がずっと具合が悪ければ、ね、こうやって例えば、じゃあ私がですよ、私がなのかっていうこの配信者がずっと今日も具合あるんです、今日もなんですって1ヶ月先もまだ言ってたら、もういい加減にですね、なのかさんまだ具合が悪いんだ、みたいなね。そして全然この1ヶ月、ずっと最近ネガティブだなとか思ったら、もうですね、もうその見ていただいてる方もだんだんフェードアウトしていきますよ。そういうもんなんです、人間というのは、ね、今私のこの生き方を一応賛同していただいたり、認めていただいている方だから、本当の優しさをですね、与えてくださってるわけなんです。私それを本当に感じてます。だからこの前ちょっとね、うるっとね、本当に皆さんのこのね、もう優しさとかね、お気遣いをね、本当に感激してますんでね、本当にこううるっときちゃったわけなんですよね。だからそれは幸せのうるですよね。だから本当にですね、皆さんのそのお気持ち、私は本当にそのまま受け取ってます。でも私がじゃあずっとネガティブだったらどうなるかっていうのはもうね、今日お話ししましたよね。だから本当に幸せになりたいとか、例えば人に本当に自分のことを分かってもらいたいと思うんだったら、明るく普通に何て言うんですか、その今まで話したような生き方をしないと、人は自分に優しくもしてくれないし、声もかけてくれませんっていうことなんです。だから結局ですね、辛い辛いとか言ったりも、具合が悪い具合が悪いとかね、私の人生ってって言ってることに何の意味もないっていうことなんです。結局孤独になって、誰も周りにいない人生になってしまいますよっていうことでした。ではですね、今回もありがとうございました。